ドナウ AV 番号291は、リハルト・シュトラウスが作曲した未完の公共詩。なお、レオシュやナーチェクも、同じ代の公共詩の作曲を試みているが、こちらも未完である。最晩年のリハルト・シュトラウス1942年の、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団の創立100周年に、あたって、リハルト・シュトラウスは作品を検定しようと考えていた。 しかし目標としていた1942年までには完成させることができず、同年2月にシュトラウスは、ウィーンフィルにこう手紙を送った。愛する友と芸術愛好家に、ケウの祝祭日に送ろうと思った音楽の共演が、大変努力したにもかかわらず、間に合わなかったのは、心底残念です。昔の偉大な巨匠たちにおけるようには、感情が簡単にメロディーになってくれないのです。 あなたたちの思い出の中で、私の贈り物が愛と尊敬の生きた強くになりますように、私の作品がそれにふさわしいものとなります日まで、辛抱してくださるよう、お願い申し上げます。しかし、第二次世界大戦の相次ぐ破壊が、シュトラウスの試みに暗い影を落とし、シュトラウスは公共誌、ドナウの作曲を中断した。戦後、完成させようと、試みはしたものの、おいて、 感情が簡単にメロディーになってくれないシュトラウスにはもう作曲するために十分な時間が残されてはいなかった。1949年85歳となったシュトラウスはウィーンフィルに枯れ果てたドナウの根源からの一滴をと書いたスケッチノートを送った。4冊のスケッチ、2冊のピアノスケッチによると彼が過去に作曲したアルプス公共曲のように ドイツとオーストリアを貫くドナウ川の流れを追うつもりだったらしい。同年9月8日にシュトラウスは死去し、公共誌、ドナウは、もはや永遠に完成されることはなくなった。リヒャルト・シュトラウスはただでさえ、ワルツ、美しく青きドナウの作曲者、ヨハン・シュトラウス二世と、しばしば混同された。もしこの公共誌、ドナウが完成していたら、 ますます両者は混同されていたに違いないと言われている。ABCD や SP155、ありがとうございます。